はい、こんばんは、司令官と僕です。お久しぶりです。今回はね今回はイカゲームのマップまとめをやっていきます。マジまとめとか作るの久しぶりなんだけど、結構ねイカゲームのマップが出揃ってきてて、もうねやってる人も多いと思うんだけど、いっぱいあるんでね、一回まとめて動画にしていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。お、早速始まる。あ、すごいね、やっぱ再現度。あ、上の豚ちゃんもちゃんとあるじゃんこれお金も貯まってるし、あ、いい感じ。すごいね、6個ゲームがあるのかな。ゲーム6まで書いてありますね。の始まった。さあ扉が開いて、いやこれね本当にね再現度がすごい。こんな感じでちょっとねゆっくりお見せできないんだけど、これ今アスレチックを時間制限ありでやってるので下からなんかマグマみたいなのが湧いてきて、でそれに当たると死んじゃうので、それに当たらないようにできるだけ早く上に上がっていくみたいな、そういう感じなんだけど、道間違えたねこれ。あっちだな、いけるかな。ほら来た来た。あれに当たっちゃうと脱落なんで、あれに当たらないようによいしょゴールを目指すっていうね。もうこそう、原作ではこんな戦い方はないんだけど、あ、終わった。原作ではねこんな戦い方はしてないんだけど、このフロアを駆け上がるところも一つのステージになってますね。お、始まった。あ、来たね。だるまさん転んだなこれ。でこの緑の時に進んで赤で止まるのかな。あぶねえ、死んだ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 やついたなって感じ。なんか速いやついるんだよね多分ね。なんかあるんだけど、多分足が速くなる方法があるっぽいんだけど、ちょっとわかんないんだよね。あぶねえ。でこのマップはねこうやっていくつも、あぶねえクリアしていくんだけど、1回でも、失敗すると脱落になってしまって、また最初からになっちゃうので、危ねえすごい顔してる。慎重に行った方がいい。 OK、 2つ目のステージもクリアしました。お金が貯まった。お金が人の命の分貯まったよ。あ、肩抜きだったね。あ、あるじゃんちゃんと模様が。で、うん、アスレチックも遊具もこんな感じで、あ、始まってる。打ち抜くんですよね。打ち抜くんですね、これはきっと。やばい、やばい、時間がない、時間がない。時間がない、時間がない。OK! いいね。OK、OK、OK。結構早い方だったね。まだ2人目。で、これベッドの配置変わったのを思い出したわ。あれだったね、あの、なんだっけ。暴動が起きるんだよね。卵かなんかしかさ、夕飯がもらえなくって。で、暴動が起きてさ、で、ドクスだっけ。ドクスが殺しまくるみたいなさ、あのシーンだよね。お、始まる。音楽が変わりましたね。ナイトファイト。やっぱりね、戦うんだ、こっから先。始まる。やべ、下落ちちゃった。下落ちちゃった。下落ちちゃった。このツルハシだけ持って殴り合いをして戦うっていうね感じになってますね。でここはねまあ多分逃げてればね絶対やられることはないですね、うん、みんな足の速さ同じだし、変な隅っことかに逃げちゃうと囲まれるかもしれないけど、基本的に倒されることはないと思う。 HP も150あったし、終わった。 OK、 ゲーム3。あ、始まる。あ、綱引きか。あ、これはね、これは負けそう。これ難しいよね。そう、これでね、うわ、きつっこれで引っ張り合いをやるっていうやつですね。いいよ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 。うちのチーム勝ってる。え、俺しかいないじゃん、俺しかいないじゃんなんでよ、負けてしまいましたね。気づいたら自分しか残ってなかった。いや、終わっちゃったな。この先行きたかったな。という感じで、まあ一回でもやられちゃうと脱落でここに連れてこられちゃう。もうここもかなり再現度高いんだけどね。どうしよう、もう一回やる。ち
ょっと次のマップ行っていいかな。他にもね、いろいろ紹介したまい、したいマップがあるんで、ちょっと次のマップ行きますね。はい、二つ目のマップがこちらです。これもね、再現度高いよね。ほら、すごい。すごいよね。ここら辺みんな作り込んであるよね、しっかり。あ、始まった。お、いいね、いいね、いいね。いい感じで再現されてますね。早い、早い。早速誰か死んだ。だ、これ怖えな。いいよ、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 大丈夫、大丈夫と。動いたよね。大丈夫だ、みんな。あ、危ねえ。怖え。危ねえ。あ、すごいね。顔しっかり再現できてんだ。近くまで来たら分かったね。ほら、これ見て。危ねえ。すげえ目がさ、いっちゃってるけど。決まっちゃってるよね、目が。ほい。あ、びっくりした。オッケー、クリアー。土辺の方だったね俺。刺さってますけど。はい、戻ってきました。そしてお金も貯まったかな。いいね、人の命の分だけお金が貯まっていくっていう素晴らしい世界。ああ、こういう風に再現したんだ。この上を歩いていくってやつでしょ、多分この形の上を歩いていく。で、多分みんないないから、いろんな形にランダムで飛ばされてんだよね。要はアスレチックにしたわけですね、肩抜きを。いや、これね、慎重に行きたい。別に1番で行かなくても問題ないので、落ちなければいいんで慎重に行きたいね。慎重に。ジャンプあんじゃん、ジャンプあんじゃん。あぶねー、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 あぶねー。恐ろしく慎重。OK。OK、戻ってこれた。よし、これで第2ステージもクリアしました。さあ、ネクストゲームは、なんだっけ？肩抜きの次は綱引きだったっけ？あ、違うわ、これ。あれだ。殺し合いだ。ここで殴り合いがあるんだ。で、多分、高いとこで逃げてれば、大丈夫だと思われる。のでここら辺で猫ちゃんが襲ってこないことだけちょっと気をつけて。ここら辺にいれば多分大丈夫。戦いに行ったね、みんな。いいの、戦いに行ったね。好戦的な人たちがいる。ちょっと行ってみようか。うわすごいな。お、誰か死んでる。誰かやられたやつがいる。もしかして一発でも食らったら終わりとかそういう感じ？やばい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 、一発当たった。あ、これ意外とやられるかもしれん、あんまり。あんま調子こいてみんなの真ん中にいると意外とやられそう。無難に。オッケーオッケーオッケー。あ、プレイヤーが12人に減ってるわ。あ、残り人数はあれなんだね。で、下がもらえるキャッシュだよ、金額だよってことか。出たー、綱引き。これがね、多分このプルって書いてあるんで、スタート直後にこれを引っ張るっていうかボタンを押すんだと思うんだけど、連打すればいいのか1回だけ押せばいいのかちょっとねよくわかんないんだけど、ちょっとフォール。あ、やばいやばいやばい、落ちた、負けた。そう、負けた。次のステージ行きたかったな。ガラス行きたかったな。ちょっとね、この先のステージをお見せできなくて申し訳ないんですが、次のね、マップの紹介に行きましょう。あれ多分連打なのかな？連打しまくるといいのかな？はい、続いてはね、これ日本人のクリエイターさんが作ったイカゲームのマップでございます。っていうかすごくない？イカゲームこんなすごい景観だったっけって感じだよね。結構ね、作り込まれてる。もう見てほら、こんな感じで綺麗だよね。職人さんが作ったって感じのマップになってますね。いるね。係の人がいる。しかもちょっと大きいし。すごいなぁ。再現度高いなぁ。サブマもしっかりできてるし。あ、なんか出てきた。ラマゲームへようこそ。皆様には5つのミニゲームに挑戦していただきます。グッドラック。あ、だるまさんが転んだって書いてあるね。ネクストステージ。このゲームでは奥にある人形へ制限時間内にたどり着けばゲームクリアとする。はい、行きましょう。いや、めっちゃ早いやん。あぶねえ。あぶねえわ。
あ、なんで今ダメだった？ちょっとシビアでしたね。あ、これ死んでも次のステージに行けるパターンか。あ、来た来た来た。記号の線に沿って赤色の部分をすべて時間内に撃ち抜くことでゲームクリアとなる。あ、銃を使って撃ち抜くタイプのゲームですね。型抜き。で、4種類の中からランダムで記号が選択されますなので、どれが一番いいんだろうね。傘が一番簡単そうだよね。意外とこうさ、三角とか斜めにカーソル移動させるの難しそうだもんね。始まった。あ、開始まで5秒。うわ、欲しい。むずいな、欲しい、絶対これ。え、うわー、これマジか。めっちゃ難しいやん。いや、ちょっと、いや、ちょっとむずいな。あれ、もう一回やってもクリアできる気しないな。はい。ルール説明。与えられた資材ごとに割り振られた動作を正しく行うことによって、自陣に綱を引ける。あー、そういうことね。木材ならしゃがむ。石材ならジャンプ。鉄材ならエモート。って感じで、それ正しくやると、綱を引っ張れるって感じか。あ、そういうことね。右下に多分数字が出るんだね。しゃがむ。しゃがむ。しゃがむ。エモート。しゃがむ。しゃがむ。エモート。エモート。ジャンプ。しゃがむ。しゃがむ。ジャンプ。うお、負けた。あ、負けてない。まだ戦ってる。よくわからん。よくわからん。よくわからん。勝ったの。あ、勝ったんだ。勝ったんだね。よくわからんかったけど。オッケーオッケー。やっと1ポイント取れましたよ。あ、これなんだ。あー、これビー玉か。各場所にある発表掲示板にて13回ランダムにナンバーが発表されるので、奇数か偶数か当てるゲームですと。最後まで持ち点をキープ、もしくは持ち点20になれば勝利、持ち点が0になれば失敗。リモコンを使って偶数奇数選択できます。ちょっと難しいけど、ま、要は出てくる数字か偶数か、奇数かを当てるゲームみたいな感じでしょうかね。いいよね。俺このシーンすごい好きだったな。あのね、仲いい同士でさ、戦おうぜって言って手組んだ相手と殺し合うっていうね、すごいいい展開だったよね、本当に。はいはいはい、すいません。あ、ここか。あ、なるほどね。ここに出てくるのが奇数か偶数か。偶数に投票しました。で、偶数、オッケー、偶数。で、いいんだよね、これで。あ、で、手持ちビー玉が左に出てるわ。次は、じゃあ、次も、偶数、偶数。こんちゃ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 。偶数、オッケー。あ、手持ちビー玉、増えた。あ、戻ってきちゃった。何、まあ、ビー玉、20個にもなってないし、0にもなってない。あ、ガラス渡りある、ガラス渡りある、ガラス渡りやりたい。わ、すごい、綺麗、綺麗すぎる。再現度高いな、やっぱ。職人さんだな。さあ、誰から行きましょうかね。女性のお二方行っていただけますかね。さあ、誰から行く、誰から行くの、誰から行くの。それ思った、俺も。そう、これでなんとかならん。落ちた。落ちた。落ちたね。これでなんとかならん。これでなんとか。ダメだ、飛んでいかない。誰が行くの？あ、ナイス。ナイス。どうする、行く？行く？じゃあ、すごい、みんな素晴らしいね。そして、あ、飛べないという、みんなの死を有効にできなかった。抱き合ってる。みんなに行かせた私はね、あの罠の中には入れないですね。そして最後は、あ、すべてのゲームが終了しました。はい、という感じでね、これ面白いね。あ、You Lose の方にいる。お、あっち側に一人いるね、勝った人が。うわわ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 、ダウンした。ひざまずいてる。図が高いね。はい、続いてはこちら。ちょっとなんかね、もやがかかったような感じに。すごいな。すごい声がする。
あ、こっから行くんだ。このマップは確かね、だるまさんが転んだだけできるマップになってますね。始まった。ほっ。で、これね、結構シビアなんだよね、ここのだるまさん転んだ。かなりね、早めに止まった方がいいですね。で、たまに音楽聞こえてこない時もあるんだけど、危ない。音楽が鳴り止む、まあ、鳴り止む時に止まろうとすると死んじゃうので、危ない。鳴り止むちょっと前ぐらいに止まった方がいい。ただこのマップはね、このだるまさん転んだしかないんだけど、ここで、死んじゃっても何回でもやり直しができるので、まあ、気楽にね、できるマップだったりもします。危ない。おわ！ほらね。これでね、死んじゃうんだよ。シビアすぎん、ちょっと。じゃ、頑張ってクリアするか。あと2分。でててーん、てて。ハーム2だの2ぐらいで止まっといた方がいい。ダン、ハーム2、ハーム2。それくらいだね。それくらい止まっといた方がいい。ハーム2、ハーム2、ダーン。お、だいぶ近づいてきたよね。もうちょい。うわうわマジか、今のアウトか。はい、ということでね、もう次のマップに行きます。はい、では続いてのマップはこちら。こちらはね、このマップは2つしかゲームができないんだけど、結構サクサク進んでくんでね、僕は結構好きでした。ここら辺もね、ちょいちょい再現されてて、で、走ってって、で、できるのがなんだっけ、綱引きと、だるまさん転んだの2つしかできないんだけど、1回1回がね、結構サクサク終わってくんで、結構楽しくできるマップになってます。釣り竿ってね、意外と遠くまで届かないんだよね。その射程距離がね、多分これとあんまり変わらないというか。うわー、怠慢だ。やった。あぶねえ。勝ちました、怠慢で。で、今の綱引きとだるまさん転んだが、こう一回交代でね、毎回やっていくって感じになってます。だから次はだるまさん転んだなんだよね。よいしょ。可愛いでしょ。多分ね、今回のマップまとめの中で一番可愛いね、女の子だと思う。ただこれね、音楽も鳴らないし、このランプだけを頼りに走っていくので、あ結構シビアというか、慣れてないと結構すぐやら死んじゃうね。で、だるまさん転んだはね、これ言おうかどうかちょっと迷ったんだけど、ズルがね、今できちゃいます。この動画を撮ってる11月時点の話なんで、これを見てる人がね、やるときにはもう治ってるかもしれないんだけど、だるまさん転んだはこれね、一番右端に行ってこの草むらの中走っていくと、全然ね、やられないの。赤に変わっても問題なく進める。ほら、こんな感じでこういうズルができちゃうんで、まあね、やるとね、楽しくなくなっちゃうんだけど、まあどうしても勝ちたい人はやってみてもいいかもしれませんと。これは良くないね。これは良くない。そう、こんな感じで、あっち側からもやってる人いるね。これはね、ズルなんでね、取らないでここで自害しようと思います。はい、ということで今回はイカゲームマップまとめ紹介しました。みんなもね、遊んでみてください。それじゃあね、バイバーイ。